はい、投稿の期待の問題を説明します。誤ってるのはどれか。誤っているのはどれかということです。で、これ、ああいう期待やから、期待は、まあ、H2 と、で、ここ、N2、N2、O2、O2 か。で、F2、CN2 かな。こう期待つつあって、あと、気がすがな。気がす。気がすが6個と。6個。で、このうちどれかということですよね。常温状態において全て気体であると。A は単体。これ、水と反応して B ということやから、A は F やな。A は F で、B が、これが、O やな。これ F2 は水と反応して、で、これ O2 発生しような、O2。で、ここ2倍か、4倍の HF。こんな反応が起こりますよね。こんな反応が、起こりますよね。で、A、B。B と C は同じ周期。B と C は同じ周期か。C が CL か。ね。同じ周期やな。周期やから、まあ、N。N か O やな。で、原子の最外殻の電子の数は B より C の方が少ない。B と C、C の方が少ないということやから、B と C って分かりますよね。C が、だから、この N、C が N か ?C が N で、最外殻の電子数はこれ5個で、O は6個やもんな。で、AD は同族元素である。同族やから AD。D が CL な。D が CL か。で、E は不対電子が存在する。E。E の原子には不対電子。これ、E は、E は H か。E の原子から E は H やな。E はと残り H。で、これをまあ踏まえて、1から6で誤っているのはどれかと。A と銀の原子が1対1からなる化合物は水に溶ける。AGF はこれ水に溶けるんですね。これだから丸や、1番はね。2番は A と E からなる二原子分子の気体は水に溶けて強い酸性を示す。A と E。HF は、これは弱酸やな。弱酸なので、これはペケですね。ペケ。HF、HCL、HI とかはもう強酸やけどね。B と C からなる二原子分子の気体が無色である。B と C。二原子分子やから NO やな。NO は無色やな。無色。NO2 は褐色です。これはだから、無色、丸と。4番は B と炭素からなる二原子分子は還元作用します。B と、炭素、CO か。CO は還元作用します。な、これ CO2 になっていくから、これ酸化数プラス2で、これ酸化数プラス4やから、酸化数が増えるので、自分は還元、自分は酸化されるので、相手を還元すると。で、5番目が A の単体は D の単体の強い酸化作用します。A の単体は D の単体。な、これ F2 の方が陰イオンになりやすいので、これ酸化作用こっちの方が強いよね。これもありやな。6番。E の原子、E と硫黄の原子。HSS か。2対1やな。2対1になるものは D の単体。CL2。まあこれ CL2 もあいつも反応しますよね。S ができて2倍の H してる。こんな反応が起こるか。CL の方がマイナス4になりやすいと。で、S が単体に戻ると。これマイナス2から0に戻ると。こっちはマイナス1から0からマイナス1に酸化されて、こっちは酸化されて、こっちは還元されて。ね、だから2番ですね。はい、終わります。